では今日ははじめうっせぇわの、はじめになります。テヌートスタッカートっていうのを使います。クラッシュシンバルで、叩いて、叩いて止めるってするんですけど、実際にこういう風にします。これです。はい。で、止めるときコツがあります。これクラッシュミートって言うんですけども、まず今回は演奏中叩いて止めるってないんで、もう手を置いといていいです。演奏中止める場合は下から上にこう止めます。はい、これがポイントです。まっすぐ手を伸ばしちゃうと、たまに爪の間にこう刺さって痛ーってなったりするんで、はい、そこは気をつけてください。下から上にすればシンバルがこう揺れてても絶対こう止められます。はい、なんで下から上っていうのがポイントです。はい、これもあんまりないですよね。もうこっちの方が早いぐらいかな。あんまり見ないですよね、こっちは。はい、で、あとポイントが一つ、もう一つあります。叩いた時になるべく手をいっぱいくっつけるんですね。ちょっとやってみます。まず2本の指で止めます。もうやっと止まってます。5本で止めます。止まりました。違うでしょ。2本、あ、止まんないってなるんですけど、5本、あ、止まった。実際スティックはこういう形に持ちます。これね、ちょっとコツが必要なんですけど、こういう風にします。まあ初めなんで、もうこのまま待っててもいいです。難しいですね。で、多めに手をつけると早く止まるんで、これをやってみてください。以上となります。